結論から言おう。サニブログだな。今回の世界征服成功した。なんやって。今まで数々世界征服に挑んできたけれど、そのどれもが失敗、いや一定の成功が収めてきた。ムカつくほどのポジティブ。そして今回のチャレンジで誰がどう見ても成功を収めてしまったのだ。あのボスちゃんが。今回はそんな成功を記録した内容となっている。でもどうやって成功したん。今回こそしょうもないことやめたんか。今回は無限潜水艦で世界を取ってきた。やっぱしょうもねえ。それでは早速私の世界征服の様子をお届けする。待て、無縁潜水艦ってなんや。しかも世界征服できたんやろ。全然繋がらんのやけども。アホネちゃん、ナチュラルなバト。地球って海と陸地どっちが多いと思う。それは海やろ。確か海が7割、陸地が3割やったよな。その通り。そもそも私は国、そして陸地に固執しすぎていた人間ですもの。だけど考えてみてほしい。全ての海だけを制したってどう。すごくアホっぽいです。おほん。そもそも地球の全ての国を滅ぼした世界征服と全ての海を制した世界征服、どっちのが優れていると思う。世界征服を比べた経験なんてありません。そう、海がある。聞いとらんな。全ての陸地を制して世界征服なんて言っているのは日本や三流の世界征服者。めっちゃ気になる。三流の世界征服者ってカテゴライズ。私のような一流は海を制する。よって今回は潜水艦を無限に用意し、海を制し世界征服とする。そんな世界征服はない。あるもん。いつも私は日本本土を守れずにいた。いつも落とされとったな。今回こそ本土が侵されないよう本土守備の専門部隊を用意した。専門部隊？潜水艦にちなんで海兵隊に守ってもらう。ちなむな。真面目にやるんやないんか。私は真面目。ここの数字も10とか20とかって数字にするといいって聞いたもん。いつの話かな。そんな本土防衛部隊はネイビージャパン。やっぱふざけてますよね。かわいい名前。軍隊に可愛さ求めるやつおったんや。彼らには勝者の証、私の若葉マークを授けておく。運が超下落しそう。これで君たちは大吉だ。運やなくて性能を上げてほしいんやけど。それではネイビージャパンを徴兵する。頑張って祖国を防衛するのだ。攻撃は我らに任せるがよい。潜水艦なんよな。確か我らの潜水艦は山をもうがつ。うがてませんね。山ですからね。そして最新の潜水艦を用意しておく。我らが日本の命運は潜水艦が握っている。性能いい潜水艦やん。ケ。最新の潜水艦でならどんな敵とも戦えるであろう。ずるいで。結果的に最新式は使わなかったんだけれどね。はい。最新のとは別に用意していた旧式の潜水艦の準備が整った。何これ、いくつあるん。大体1万隻。1万。今のアメリカでも80隻くらいしかないんやぞ。じゃあ私はアメリカ125古墳の強さということではない。むー。準備が整ったから全世界に宣戦布告。やからこれをやめればええのに。ちまちま一つずつ宣戦布告するのはみみっちい。それで滅ぼされる日本人がかわいそうすぎるわ。それではいつもの背景をバックに今回の目的を説明する。それやそれ。未だに全貌がようわからんのやけども。大枠としては先ほど説明した通り全世界の海を支配、つまり制海権を取ることである。制海権ってあれやろ。この海が赤くなったり緑になったりするやつやろ。その通り。今回は全ての海を緑色にし全ての海の制海権の奪取を目指す。いや待って、陸地は一切取らない。アホや、アホがおるぞ。世界の7割を手にすれば文句が出る言われはない。言われしかないんよな。待って、でも遠く離れた場所とかってどうするん。さすがに補給とか間に合わへんし、潜水艦でも日本からだけやと高速距離が足りんのやない。未来の術でなんとかした。なんとかなるんかい。ふむ、今回はこの形か。ケンタッキー食べたくなってきた。何を連想しとる。それでは1万の潜水艦たちに最初の任務を設定する。ああ、こうやって海域を設定して任務を指示するんやな。まず出す任務は機雷を設置する任務。機雷？機雷は海岸の地雷、近くを通った船を地雷のように反応し
こい爆発するやつ。嫌いのことをよう分かってへんことだけは分かった。当たりさえすれば甚大な被害をもたらす。当たりさえすればな。というわけで設定も完了。これで我が潜水艦部隊は日本の周辺の海はもちろんのこと、大国アメリカと面する広大な太平洋、そんなアメリカや欧州の国家が跋扈する大西洋、そして日本にとっては欧州に進むための航路であるインド洋、さらに2つの海峡で閉ざされた難攻不落な地中海、海軍大国のイギリスが支配する北海、これら全てに機雷をばらまき敵の船をことごとく滅するのだ。待って、海の地雷ってことは普通の民間人の漁船も反応したりするんじゃない？うまいこと避けるだろう。最悪や、全ての海に地雷ばらまきおるぞこいつ。では効率的に機雷をばらまくため艦隊を分割し、待って、ああ遅かったか。あれ、ヤマト5000隻を分割しようとした時に落ちたのを忘れたんか。最大の敵現る。タラのミスです。1万を500に分割した。パソコン壊れるで。同じ鉄しか不満が。一生足踏みしとるんか。大変だ、時間止めているのに全然動かない。当たり前や、500隻いや2000隻くらい沈めてこい。たくさんの機雷を敷設した結果、たくさん時間かかったけれど9割の制海権を獲得した。機雷だけでそんなんある？だけど地中海とかまだ取れていない部分が多い。そら完璧なんて絶対無理やて。一つの海域にそれぞれ1000個ずつ、海域は100近くあるから大体10万近くの機雷を敷設できた。これ戦後処理どうなるんや。問題の地中海もたくさん受けた。何これ、気持ち悪さしか残らんのやけども。私のお気に入りはこのギリシャの海。集合恐怖症が震え上がるぞ。自信作である、要は満足である。うるせえな。このイタリアもなかなか素晴らしい。これどうやって漁とかするんやろ。気合かな。まさかの根性論。問題があった地中海もほとんど制海権を取ることができた。お、すごいな、よく日本から制海権が取れとるやん。さすが我が潜水艦部隊である。褒めて使わす。燃料とかどうなっとるんやろ。だけどもバルト海、ここには海峡があってうまく侵入できない様子。あれ、潜水艦でも海峡って入れないんか。わかんない、なんてガバガバなんや。そしてとうとうバルト海にも機雷を設置、ようやく制海権も奪取できた。まだ黄色やけども。これで私は全世界の海を支配することを達成、ひいては世界征服を成し遂げたと言えよ。言えんて。言える。言えん。第一な、陸地を一つも占領してへんのやぞ。そんなん世界征服なんて言えへんやろない。はて、なんて雑なごまかし方。おかしい、足りぬ。世界を取ったというのに私は満たされぬ。取ってないからやろな。この足りない原因は何だ。世界征服できてないからですよ。そうか、わかった。わかった。もしかして爆弾落としてないからだ。